距離感が、まあ写真家ってこうなんか距離を写す、職業でもあるのかなとか思うんですけど、なんか僕の小林さんのイメージというか、本当にこう勝手なイメージなんですけど、すごく距離感が一番面白いなって距思う。離感。物とか人とか、なんだろうな、なんかこううまくちょっと説明できるか分かんないですけど、なんかね、まあ今回ね、映画も見させていただいああ、ありがて、とうございます。遠いと正人っていうね、最近ちょうど新宿の映画館で見させていただきましたけども、あ、本当ですか。ありがとうございあ、はい、そうそうそう、ます。あ、そうですね。あ、そうあ、ですそうよね。そう、そ すうみなんませですん、忘よ。れてた。そうだ、そうだ。なんかそれで初めてお会いしたのが、僕が、おそらく六本木の今ギャラリーで僕は滞在制作を、そのギあ、ャラそうリーですでね。作ってた時に、パッと振り返った時にいらっしゃって、でなんかその後も相模原の、写真新人賞みたいなを僕が撮った時に、その時にもうその川崎だったの違うな、まあ、展示場所相模で、原のどっかですね。はい、展示した時に話されてて、なんか近くにいるんですけど、なんかすごい遠くにいるような気がしたんですあ、よ。そうですか。なんかそれがすごく不思議でしょうがなかった。で、なんていうかな、なんかね、そこが不思議で、で、竹内さんのね、登山家の、竹内あ、竹内さん、さん、はい、もう読ませていただきましたけど、なんか、まあ、実際その場面を見たわけではないんですけども、読む中で、ふとすごくこう近くにいるようで、なんかいきなりすごく遠くになったりとか、なんか近くになったりっていうような、なんか距離が、わっ、そこに今いるんだ、なんかすごく遠くにいるんだみたいなものを感じることがすごく多くて、で、何なんだろうこの方はみたいな、なんか僕のかなんそれも勘というか直感なんですけど、そうで「深い、沈黙」っていう写真集を見た時に、なんかよりまたさらにこう分かんなくなったっていうか、なんか鳥みたいな、鳥ですか。ゴーストみたいな、なんか距離感がつかめないところにいらっしゃるっていう僕の印象で、例えば森山大道さんとか、まあ分かりやすい例で言うと、なんか距離感、被写体、世界に対する距離感が割とこう近しいというか、常にこう、なんていうかな、均等なところにいながらこういるなっていう感じがするんですけど、何かをこう捉えてる場所が近い、同じなようなところな気がするんですけど、まあ小林さんの場合はなんかね、変化してるっていうような印象、僕はすごく勝手な印象を今伝えてるんですけども、なんかそう、それがすごい気になって、なんかどういうそのねなんかバイブスというか、ものを持っていらっしゃる方なんだろうっていうのを、それをなんか今日は 対面自させてもらっ分でてるとは、いう。まあ、そう、まあ自分で自分のことってなかなかね、分かりにくい。まあ一つはあれ、まあ、すごい人見知りなんですよ。
あ、はい、そういうことが関係あるかもしれないですね、うん、結構初対面とかは特に昔はなんか怒ってるんですかみたいに言われたことがあって、初対面の人、はい、全くそんなつもりはないんだけどなんか はい、そう見えるみたいな、はいはい、あそっかみたいな、結構そう言われると結構ショックだったけど、あでもそういうふうに見えてるんだなみたいな、あ、まあ、まあそこまで言ってくれる人って親切あるとこ親切と言えるから、はいはい、ね、そう見えてるんで、もしかしたらそういうことが関係あるのかもしれないですね。旅の中での文章とかをね、お見受けする限りはその すごくこう丁寧にあの人と接しられてるなっていう印象もあるし、なんかそうなんかもう、うん、そうなんか自分の中でちょっとこう、うん、どういうあの世界の捉え方というか、うん、どうあのニューヨークの話にまた戻っちゃうんですけど、はい、まあ1年ってこう短い期間だったのでっていうのもあって、まあ、僕その時32か3くらいで行ったんですよ、はい、うん、で語学学校入ってると周りはみんな二十歳くらい で、はい、できる限り日本人のいない語学学校に入りたかったんですよ、で僕はビザをたまたま取れたんですよ、ジャーナリストビザっていう、はい、なので、まあ、本当は通わなくても大丈夫だったんですけど、はいはい、まあ、それもあってニューヨーク着いてから語学学校を、はい、うんうん、探したんですけど、うん、まあ、地下鉄乗ってる時になんかこう広告があって語学学校の、はいはい、でいろんな国の言葉でなんか英語を書いてあったのかな、イングリッシュをなんか確か、はい、でそこ日本語がなかったんですよ。だからあんまり日本人ここ いないんだろうと思ってで、実際すごい日本人いなくて、あ、いなかったんですね、いないんですよ、はいはい、本当にこう数えるほどしか、うん、だからなんか居心地が良くて、まあ、日本人を嫌ってたわけじゃないんですけど、うんうん、韓国人とかあと中南米の人が多くて、はいはい、そこからこう友達がだんだんできていって、1年後には結構30人くらい、なんか人生で初めて僕が帰国するとき、まあ、誕生日近かったんですけど、はい、誕生日パーティーをやってもらったんですよ。その人んちのアパートなんですけど、あ、まあ、それは日本人だったんですけど、はいはい、その時なんでしょうね、意外と人気者になれるんだみたいなっていうのを思いましたね。なるほど、まあ、それは何でかっていうと外国人って同士だと割と気楽にこう差があったのかな。でも日本人もいたんですけどね、知らない人とこう知り合うことをすごい求めて、はいはい、まあ、すごい楽しいっていうか、あ、でも僕もそんなようなところがあるかもしれないです。その、うん、た、うん、外国行ってなんかわーっと現地の、うん、知り合い、あ、まあ、友達になった人たちとわーっといてなんか急にこうそこに日本の人とか日本人とか入ってくると、なんか急になんか どうしたらいいかよく分からないっていうか、自分がなんかその場所の人間になってることが心地よいというか、なんか全然違う
人格で入れるような感じがするというか、まあ、そうですね、それはありますよね。そのすごくこう自意識というかが勝っちゃう部分がある、なんか どう見られてるんだろうっていうようなところは、でそうするとやっぱりなんか、うーん、そうだな、だから旅に行きたい、全然知らない場所に身を置いてみたいっていうような衝動っていうのは、もしかしたらそういうなんか違う自分になれるかもみたいなところは根底にあるのかなっていうような気はしますよね。はい、ちょっと話急に変えちゃうんですけど、はい、10年前やらせてもらったんですよ、ここで。で、なんかリスト見たら2012年から、はい、だから結構懐かしい。あ、はい、それで林忠彦賞いただいたんですよ、ここでやらせてもらったやつ。この展示が対象って、あ、なるほど。写真展とかではなくて、あ、そうなんですね、あ、写真集とかじゃなくて、写真、そうですね、写真集じゃなくて、写真集は、で、展示で、あ、本当ですか。結構珍しいと思うんですけどね、写真展でね、その対象って結構なりにくいというか、なりにくいですよね、なかなか、はい、あ、そうなんですね。ここね、壁がこう自由に変わって全然印象が違って、なんかちなみにその、まあ、さっきの旅の話なんですけど、今その隅田川、まあ、あのお試しというか、まあ、取り掛かっていらっしゃって、で、まあ、気分が上がっていくか上がっていかないかっていうのは、まあ、これからだっていう話もありましたけど、その今後、その、まあ、このコロナ禍がどうなるかっていうのはまだ分からない状況ですけど、そのもう一回またそのコロナ前に考えた中国に行かれる予定はありますか？まあ、コロナが収束したら行きたいですね。あ、そうです。まあ、中国に限らず、はいはい、まあ、東南アジアとか、やっぱりそこは強くなんか思ってらっしゃるっていう。そうですね、夢とか見ますね。夢見る、ですか。とか、まあ、写真を撮りたいっていうその欲求よりその、旅行をしたいっていう欲求の方が強いことに結構気がつきましたね。なんか、なんか変化あると思いますか？そのコロナ後に旅をすることの、ことについて、以前と何か違うんじゃないか。どうなんでしょうね。まあその、ありがたさは身に染みるんじゃないですかね。でも単純になんかこう、まあ、一つ心配っていうか、まあ分かんないですけど、このコロナっていうのが突然ある日パキッとこうなんか以前のように戻るものなのか、それともこうじわじわこう戻るものなのかによっても違うでしょうし、からどうなるんだろうみたいな。そうですね、だからもはやこうコロナ以前の自分がしてたとか、まあ、自分だけじゃなくてもこう、旅をしていたことがちょっとノスタルジーっぽい幻想みたいな感じにすらちょっと感じられる。まあ、日本でもこう、まあ、前ここでやらせてもらったのも、はいはい、お祭りとか、あ、はい、あの写真なんですけども、あれも今ねそう人が集まれないから、そうですよね、なんかお祭りの写真とか見てもなんか昔話まではいかないけど、なんかそんな風に見えてくるとか。なので、まあ、このコロナが収束したとしたら、なんか思いっきり写真を、まあ、撮れる、まあ、ただそれだけでちょっとこう、まあ、喜びになるような気もするし、なんかそうですね、まあ
コロナ前は自分がこう旅をした時、なんか自分は何者かであるか、何者でもな、何者かであるかっていうことを考えずに旅がしてたし、なんか、そう、それがこれから、まあ、他の国に行くと、どこから来たのか、なんていうかな、どこに住んでいるかっていうことが一つこう条件として、なんか会話が進んでいったりするのかなとかっていうこともなんか感じてて、そういうフィルターを挟んだ状態がまず最初にあるのかなとか、今まではその割とフランクに、まあ、誰が どういうところから来てとか、年齢とか、まあ、国とか、そういうボーダーみたいなものなく人とこう交われたものが、もしかしたらちょっとなんか一歩なんかそこの障害じゃないけど、ある上でこう人との会話がなされるんじゃないかっていうこともちょっとなんか考えたりもしてて、まあ、それは徐々になくなるんだと思うんですけど、そのじゃあ海外ね、いろいろもう自由になった時になんか どうなっちゃうんだろうっていうのはちょっと心配としだなっていう気は。このコロナがもし開けたら一番最初に行きたいとことかってあるんですか？まあコロナ以前にインドに行っていて、インドの、まあ、北部なんですけども、そのラダックっていう、まあ、チベット文化圏で、そこ の、まあ、山の山間部にせ、まあ、住んでるというか、あの遊牧民の人たちの暮らしっていうものを、まあ、テーマに写真撮ろうと思ってて、まあ、一度行って一緒にその彼らと、まあ、彼らがどういう生活しているかとかを見てたんですけど、それはまあパッタリ行けなくなって、っていう、まあ、ちょっとプロジェクトもストップしちゃったんで、それをもう一度あのやりたいなっていうことを感じてますね。まあ、遊牧民になんかすごくこう興味があって、それ動物は何ですか？羊、はい、を200頭とかの羊と共に一緒にこう移動して生きてる人たちがいて、ある映画を見てで興味を持って、なんかまあ我々はこう道っていうものに、道をこう歩くっていうか、まあ作られた道のね歩いてるわけで、その道から外れるとすごくこう恐怖というか怖さを感じると思うんですね、今のその世の中で。でなんかまあ僕は都市をずっとやってたんで、なんかそれがその道っていうものが当たり前の存在だったんですけど、その遊牧民の人たちっていうのは人間が作った道には何の意味もなくて、いわゆるその動物、まあ、羊の食べ物のために、羊の道をついていくっていうようなところが、なんかそれがそのまあなんか都市とは全くこう正反対にあるまあ環境っていうものを見てみたいっていうのがあって、面白いですね。なんかそう、まあインドだけではないんですけど、いろんなところにまだね遊牧民っていうか移動しながらあの生きてる人たちがいてて、なんかその方たちをこれからちょっと見ていきたいなっていうのは。そのインドに限らずいろんなところの遊牧民、はい、あ、そうですね、はい、まさに都市と 真逆のベクトルっていうか、はい、そうですね。まあ興味が本当に今はその都市からどん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 自然の方に向かっていて、まあ、今回の展示もまあ、その今まで長年やってきたその都市のシリーズから少しこう移行して、確かにそうですね、山とか、まあ今回まあ水とかっていうテーマであるんですけども、あって、そうですね、まあそういうまあ
うん、できれば今年行ければとは思ってはいるんですけども、うん、どうなるかっていう感じですけど、す、はい、まず最初に行きたい場所ってありますか。僕はタイですね。タイが一番何度も行ってて安心なんで。ああ、本当ですか。安心。そうですね。ほっとしますね。ほっとする。まあ、写真を撮りたいっていうわけではなくて、もうタイに行って、まあ、自分がいつも、まあ、大体こう決まってるんですけど、至福の時っていうのは、はい、タイに行ってタイスキを食べて、タイスキ、タイスキ、はい、で、まあ、ビール飲んでたくさん、はい、で帰りにあのトゥクトゥクって分かります、トゥクトゥク、はい、なんか三輪タクシーみたいな、はいはい、あれに乗って帰る時が、あ、なるほど、一番なんかこう、うん、幸せっていうか生きてる実感がするみたいな、あ、それ20代の頃から変わらずで、あ、そうなんだ、なんかあれをまた味わいたいなみたいなのがなんか先に立ちますね。それでいうと、でも僕そのチベット文化圏、まあそんななんかいろいろなとこ行ってるわけじゃないですけど、その レーとか、レーっていう町なんですけど、まあ、ラダックっていう場所すごい落ち着くというか、なんか顔とかも似てる人めちゃくちゃいっぱいいてて、なんか普通になんかよく写真撮みんなで撮ってもなんかすごい馴染んでるみたいなところがあって、なんかそういうなんかルーツっていうかを探しに行ってんのかなみたいなところがあって、いや、なんか今タイって言ったおっしゃったから、なんかちょっとその小林さんもすごい馴染みそうだなと思ったり。あ、ラダックとかですか。いえ、タイ、うん、そうですね。まあネパールとか、まあ、最近行ってないですけどもう好きでしたね。結構ネパール行くと僕は完全ネパール人に間違われるみたいなことがあって、あ、はい、一回日本人になんかナマステとかされたりとか、向こうの人にもなんか間違えられて、まあ、それは結構嬉しくてみたいな。あ、僕も同じような経験があります。はい、こうラダックとかチベットとかは結構惹かれてるんですけど、はい、あ、そうですか。ただあの、おそらく行ったら死ぬと思うんですよね。標高高いですよね。はい、あ、ダメなんですか。きっとダメですね。あの、三半規管の問題ですか。あ、じゃなくて、きっと高山病でになると恐れてて、なんか、まあ、登山が趣味で、はい、一時日本の山登ってたんですけど、はい、一回3000メートルくらいの小屋に泊まった時に結構苦しくなっちゃって、ああ、そうなんですね、周りの人は全然平気なんだけど、はい、まあ、昼間は大丈夫だったけど、なんか寝る時になんか横になったら急に苦しくなって、ああ、これ結構チベットとか行ったら死ぬなと思ってそれから何度かそういうとこ行かないかみたいな話があったけど、ちょっときっと行ったら死ぬと思いますっつって、あ、断ったりとか。あ、そうなんですね。きっとなんか、うん、弱いと思うんですよ。だから高いとこは本当は行きたいんですけど、ちょっと行かないようにきっとこの先も行かないかなと思います。まあ、3000メートル超えるとまずいだろうなみたいな。ラダック、そうですね、4000とか5000ぐらいあるんで、はい、4000、3000から4000。高山病とかなんなかったんですか。あ、僕は割と大丈夫な方で、割と、はい、高いところ割と順応するタイプだと思います。はい、うん、ね、あ、はい、なんか最後そのね、まあ自分のそのなんかルーツとか旅っていうか、なんか馴染む馴染まないみたいな話になりましたけど、なんかこのままね、あのずるずるいろんなところに脱線しながら、まだまだあの
ね、話が続きそうなんですけど、司会がいないんでこう止まらないっていう感じもあってなので、まあなんかうん、この辺りで締めたいなと思うんですけども、はい、はい、何か何かこう、もうちょっと質問で、はい、都市の作品とかはこう最終形をこうイメージし、まあ、全てをもちろん最初からイメージすることはできないと思うんですけども、はいはい、ある程度こう今撮ってるのはこの最終的なこの四角の中のここの辺にこんな感じに入るとか、うん、そういうことをイメージしているのか、そういうことは全くこうイメージしないままこう撮影しているのか、はいはい、その辺ってどんな感じなんだろうっていうのはちょっと興味があります。あ、はい、うん、まあそれこそ、まあ本当に真っ白な状態でまず行って、でとにかくこう街を歩いて、まあ、街に限らずですけど、とにかく歩いて街のいろんな細部を見るというか、最初からこう何て言うかな、まあ、この本にも書いていただきましたけども、全体をこう把握することは難しくて、なんか空間をこうどう認識するかっていう時に、この部分からに部分にまず寄っていくと、で、まあ、人に会ったりとか、まあ、僕の場合は毎回こう髪を切るんですけども、現地でとか、なんかとにかく音楽聴いたりとか、まあ、食べ物食べ、まあ、飲んだりとかすごい好きなんで、そういうことをまずずっと しながらその街にこうなんていうかな、なんか馴染んでいくっていうことをしていく作業があって、そうするとなんかこの街のを司っているものとかっていうのがなんか見えてきたりとか、なんかこの川が結構この街には大事なんだなとか、なんかこのエリアこれからなんか面白くなるなとかっていうのが見えてくるんですよね。なのでその部分ってエリアのこうなんて細かいところに出会っていきながら、それで徐々にこう頭の中にその街の印象とか、まあ、自分の経験とかもありますけども、そういうものがこう付け足されていくというか、まあ、最初はそのなんかいわゆる地図を見るんですけども、その街ので、あこのエリアにこうこうこうだっていうのがあるんですけど、その上にこう足していって、どんどんこう足して、そうするとこう徐々にその原型をとどめなくなるというか、いわゆる衛星の地図からは離れたものになっていって、それで何ていうか徐々に、まあ、旅の途中でイメージがこう見えてくるっていうような感じですね。はい、なんかもうここで取り切ったみたいなあるんですか、はい、こうピースがこう必要じゃないですか、はいはい、たくさん、はい、だから、まあ、僕なんかも、まあ、もちろんこういう制作ってしたことないんですけども、はい、そのピースが少ないよりはきっと多い方がいいじゃないですか、はい、うん、で少ないと、まあ、仮にこう全部実際こう、はい、ピースを並べていった時に足りないみたいなことがあるかどうか分かんないですけど、なんか足りなくなることへの恐怖感みたいなのがあるのかなと思うのと、それでもなんかあるこうまあ感覚的なことでもこれだけ取ったからなんかこう最終的にこう成立するだろうとこうなんかこう思う瞬間があるのかな。なるほど。それは旅の期間をもうあらかじめ決めておく、で大体その一つの町に行って
僕の場合は1ヶ月から1ヶ月半の間で、ある程度まあなんていうか旅人の目線として1ヶ月半ぐらいそこの場所に滞在するとある程度見えてくるっていうのがあって、それ以上増やしてしまう、例えば3ヶ月4ヶ月行っちゃうと、なんかその町の人間になってしまいそうな気がして、そのなんか境界線みたいなところを設けるっていうところで、そう、それでまあ一つの線を引くということと、まああの写真一つの作品の中に、まあ、例えば1万枚とかのピース写真が入っているとして、それは撮った全てが貼り合わせられているというところで、全部使う、はい、あ、そうなんですか。で、まあ、都市のと作品に関してはフィルムで撮ってるんで、でフィルムを使う理由の一つとしても、まあ踏ん切りをつけるっていうか、もうその1ヶ月半の間でこれぐらい撮るだろう、まあ現地でまあ買うこともありますけども、もうなくなったら終わりみたいな、なんていうかな、そのもう線を引いてここからここまでですっていうところで、その中で決めていく。だから昔は2,000-3,000枚ぐらいの写真からなったりとかしてるんですけど、今はなんか2万枚とかなっちゃったりとかして、そうですね。だから終わりっていうのはまあ基本的にはそのずるずる滞在しないこととかっていうのも、まあ、有限であることが結構大事なんですね。はい、でまあ足りないとかっていうのもまあもう足りなくてもそれはそれでいいっていうか、それが一つのなんか自分の記憶でもあるし、足跡というか、そういうような考えでいるっていう感じですね。はい、なんかもう一つ聞きたいのが、はいはい、あのなんか撮らないって決めてるっていうとちょっと違うんだけど、なんていうんですかね、あのまあ、自分、まあ、さっきもちょっと話しましたけど、まあ、最初こう旅とか始めた頃って、まあ、何でも珍しいんで、こう出会い頭にこう何でもシャッターを切っていく時期があって、まあ、20代の頃とか、まあ、それがこう、まあ、これはいいことでもあるかもしれないけど、まあ、逆につまらないことかもしれないんだけども、あのこれにはシャッター切らなくていい、写真撮らなくていいみたいなことがなんか自分の中でこうできてきて、まあそれはこう惑わされないからいいことでもあるけど、逆にこうつまらないことのような気もして、ただこうずっとこう旅をこうたくさんしてると、どうしてもそういう修正っていうかな、ができてくるとこが自分があって、そういうことってなんか他の方はあるのかなっていう。ありますね。はい、あの僕の場合は特にその、まあ、富士山の最近の作品ではまさになんか絵作りというか、写真がもう素材として使うような撮り方をあえてしたっていうところがあって、そうですね。だからそういう意味ではこう、この場所にこういうものを入れたいとか、こういうふうなその形を作れるからこういうところを撮るみたいな感じの撮り方を してました、そうですね。ただまあでもそうな、でもなんかでもどうしてもこう反応してしまうものに関してはやっぱりあるんで、それがこうなんか動くものであったりとかっていうものはすごく、多分鳥とか、なんかすごい撮っちゃうんですけど、まあ
そうですね、取捨選択っていうのは常に何か昔僕もそのこういう作品作る前はそういうスナップとか、まあ、今も撮ってますけど、なんか何でも撮ってたし、うん、そうですね、まあうん、そうでも、うん、そうだな、なんかそこの部分に憤りっていうか、なんか苛立ちみたいなものを感じたりしてますか？いや、それはないですね、はい、うん、それはないけど、なんですかね、まあ、さっきの話で言うと、まあ、中国に上海とかにその LED のを取りに行くみたいなことになっちゃうと、はいはい、前だったら本当にちょっと夕飯を食べに行くとかっていう時もちょっとした時もいつもカメラ持ってたし、はいはい、持ってないと不安、はいはい、その間に何か撮りたいものが現れた時、うんうん、カメラ持ってないのがすごい嫌だったんですけど、そういうことがなくなっちゃう自分がいて、なんかもうカメラホテルに置いていってなんかビール飲みに行くかみたいなことになっちゃってるのが、もうこれでいいのかなみたいなくらいの、まあ、ささやかなことではあるんですけど、まあ、旅の形がまあ 年齢もあるし、まあ、だんだん変わってきたことの自覚があるみたいな、うん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 、なんか写真のアウトプットとして、まあ、うん、どうだろう、写真集とか写真展とか、なんか撮ったものがどういうふうなところに落ちていくかっていうのってイメージをされてますか？そうですね、まあ、写真展展示をイメージしてることが多いですかね、うんうん、ね、なんかやっぱりそうだな、だからまあそうですね、なんかいつも問答してる感じというか、僕もなんか使えるか使えないかみたいなこととかは、まあ、昔に比べてやっぱりあえてそのまあもう何て言うかな、こっからここまでは撮らないっていうのを決めてなんかいるような気がして、でもまあただちょっとその今後実はそのまあスナップだけというかでなんか写真集を作ったりとか、まあ、あのポー川っていう作品はあのコラージュの作品と対になるような一枚の写真で見せたりとかっていうこともあって、なんかその両者がいいバランスであることっていうのが、まあ、自分の中ですごいこう写真展をする時とかに楽しいっていうところもあって、まあそれは自分のにとってもなんかすごくこう写真を続けていく上ではなんか重要なことなのかなっていうか、まあすごくこう大事なポイントなんであるではないかなっていうことも、はい、今、うん、聞いてて、はい、思いました。やっぱりなんか冒頭ね僕が言ったように、なんかニューヨークの話からそのなんか校内の話とかして、まあ、いろんな話がどん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 ね派生して、僕はうまくこうね司会進行ができないというところもあって申し訳なかったなと思うんですけども、まあなんかまたもしね機会があるんであれば、いろいろなんか今日話せなかったこととか、まあ、僕が改めて小林さんのお仕事を見させていただいて思うこととかを、またお酒の場であったりとかで、そうですね、お話できればななんて思います。
西野さんの作品は、まあ、前から拝見してたんですけども、あの、まあ、このコロナ禍になってから撮られたのとかはやっぱり以前のものとは印象が違って、こうやっぱりこう、まあ、その心情とかがこう作品に反映されている。あんまりその、まあ、今もまだコロナ禍の中なので、あの他の作家の方でそういう作品を見る機会って考えてみるとあんまりない気がして、なのであのとても印象的でした。でやっぱりこう同じこう旅をするものとしてのこう、まあ、あんまりこう旅人同士でこう話す機会って、うんうん、まあ、それもかつ写真をやってる人で話す機会って意外とないので、うん、あのいろんなこう共通点とか違う点とかっていうのがこう聞くことができて、あのすごい楽しい時間でした。まあ、今日はお忙しい中本当にお越しいただきましてありがとうございました。はい、こちらこそありがとうございました。